それが鼻にツンとくる。くる。それがきついんだから、きつい。すごいきつい。なんて言ってる。へえ。でも、あの2つ、今、今日買ったのは。これ買ったやつね。これ買ったやつと。これは、ちゃんと、オートフィネスジャパンって書いてある。これ買ったよ。一回匂ってみて。匂いちゃうもんだね。もうこれめっちゃきつい。すごい匂いだこれ。まあ、もうアメちゃん匂いですね。匂ってみて。匂ったよ。甘い。甘い。そうやな。使ってる時もすっごい甘い匂いするね。で、ちょっとオートフィネスジャパンに聞いてみなかな。うん。そうでもないよな、うん、そうそう。だからこの匂いと、うん、あの匂いと、うん、よう似てんねん。同じじゃないで。あ、なんかいい。あ、グロセンハンサーのほのかーの匂いするね。わかる。グロセンハンサーのっぽい匂い、っぽいって言ったらレベルの匂いやな、うん、そうそう。だから、うん、あ、これはこういう香り、あ、これはこういう香りっていう感じ、うん、なんかなんて言っていいかな、うんうん、これはもう香水って感じ。香水、香水。アメちゃん、ちょっと嗅がしてみて。なんか混ぜたんっていう感じ。そうそう、アメちゃんの匂いする人だもんな、使っとる。なんかアメちゃんみたいって言ったの。はいはい。うん、めっちゃいい匂いする。うん、だからこれは入れてる。うん、なんか入れてる。香り入れてる。全然違うもん。香り入れてる。匂いが違う。系統、匂いの系統は？匂いの系統、これとこれが合う。これと合わない。あ、まあまあレベル的にね。え、違うね。だから、ま、香りがまろやかさね。うん、そう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 。匂いのまろやかさは、そうそう、あ、グロセンアンサーの同じ会社やなっていう。ああ、同じもんやな。そう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 。匂いかで。うん。優しい匂い。まろやかやな。うん、まろやか。そんなにきつくないよね。そうそう、あ、香りがするって感じやな。うん。これが今まで使ってたやつや。これはもう。これはヤフオクで買ったんや。これはアメちゃん。いや、これヤフオクで買ったんや。これアメちゃんのこうこうなんか混ぜ。これ。うん。もう全然出ていいんだな。匂いはいい匂いやね。うん、いい匂いする。ヤフオクで買ったやつは、うんうん、すごいいい匂い。うん、もうもう。でもこれはもうちょっと抑えられた感じで、ちょっと匂いの系統が違うんじゃない？うん。これは。うん。洗濯物の方向であるやん。ああ、はいはいはい。洗濯物の方向であるやん。はいはいはい。あの匂いがしたらきついなんていうの、 あるやん、洗濯物。わかるわかるわかる。濃い匂い入れるやつ。もう周りにすごい広がるみたいな匂い。そうそう、あれあれ。ああ、じゃあなんかあ、まあそんなようなものを入れてんかもわかれんな。これは、うん、うんうんうん。だからこの匂いって、で、あれもう一本買ったでしょ。はいはい、あ、香りが違うんだけど。これ買ったやつね。買ったね。うん、それあ、なんか、あ、同じ会社になってる。ああ、じゃあこれちょっと、ね、もう一回比べてみてよ。うん。うん、これが今まで使ってたやつね。もう、ちょっとしかないけど。うん、うん。これも、まあ悪くない匂いでしょ。うん。うん。いや、だから優しい。ちょっと香りするみたいなね。うん。まあまあ、うん、どんな？で同じ、同じもの、うん、同じ。いや、これはでも同じヤフオクで買ったわけじゃないね、これは。うん、これは、うん、また別で買うだから、うんうん、これからか。同じ匂い。ああ、うん、でちょっとラベルちゃうけどね。うんうんうん、全然ラベルちゃうけど、ここは一緒やけど。違うのか、ラベルも違う。ラベルちゃうよ、ほら。あ、ほんまやな、ラベルちゃうよ。これもなんか違うんかな。いや、これ並行輸入やってると。ラベルちゃうやろ。うん、ね、それは よく似てるけど一緒かな。これは一緒やな。一緒ですね、うんうん、まあまあでも入れ物は多分本物やと思うね、うん、まあまあその時期によって、うんうん、あのなんていうの、ラベルも多少変わるやろし、うんうんうん、これ物の匂いが、いや物は知らんね、材質やけど匂いが違う、はいはいはい、はい。ということはまとめますね。ということは今日これ買ったのね。うん、グロセンハンサーね。うんうんうん、これでも、これは、これでも書いてないね。これは書いてあるんだよね。オートフィネスジャパンって書いてあるんだよ。うん、これとこれ買ったのよ。うん、ね。で、これ、
と、これは前使ってた、これヤフオクで買ったのよ。これもヤフオクで買ったのよ。まあ別々のお店で買ったんやけど、これは。まあ店と、店というか、まあ個人、なんていうの、売買で買ったんやけど。違う。違う違う。同じじゃないね。で、これの匂いと、うん、今日買ったこのフィナーレ。違う。ね。これはオートフィネスジャパン、間違いなくね。で、これとこれ、匂いが違う。うん、きつすぎる、うん、こっちがね。まあ、今だから一番近い入れたら洗濯物の芳香剤洗濯物の芳香剤が一応きついやつが入れやすい、あれに近い。じゃあ洗濯、まあ例えばよ、まあ3分の2でも3分の1でも抜いて1本に仕上げて、うん、でその3分の1でのところに例えばまあこれ水で水濡れたままでも施工できるから、うん、何かまあちょっと水分入れて、うん、で香りが薄くなるから、うん、ちょっと何か入れたんやけど、うん、逆に香りがきつすぎる洗濯洗剤みたいな、うん、今現代の今いい洗濯洗剤あるやん。あ、洗濯洗剤何かを入れたんかな、似たような、うん、例えばこれが例えばローズ系やったらこれもローズ系のなんか洗濯のものを入れて、うん、満足してたもんな、匂いには、うん、匂いな、うんうんうん、いつもパパ洗うとすごい匂いする。そうもうアメちゃん、そうそうなめとんっていうくらい。そうだから施工に関しては別に満足、そのなんていうかな、まあ、ちょっとムラになるなっていうのは気にはなったけど、これ使ってみたら全然違うかも分かるよね。なるほど、というわけです、うん、ママさんが匂いを嗅ぎ分けました。ママさんがママさん鼻が敏感なんで嗅ぎ分けました。これは同じ会社が作ったないの。はいはいはい、同じような系統の匂いね。匂い、今日これ買ったやつね。そうで、これも一緒、同じ匂い。これ一緒ね。一緒。うん。だからまあこれは多分本物なんでしょう。うん。うん。これ全然違う。ははー。これどうなんやろね。ちょっと一回聞いてみたいよね。買ってみた。あ、そうなんや。でもこれ、まあまあ、でも入れ物は本物やわね。入れ物はね。うん、でも、例えば、ちょっと半分じゃ多いやろうけど、ちょっと抜いて、ちょっとずつ抜いて、こう、かもわからない。いや、何を見つけたかって、これを見つけたんやな、うん。これみんな知ってんのかな？ここにね、通訳、いろんな国の通訳を書いてあるんですよ。知ってました？知らん人多いんちゃうかな。ペロンとめくったらね、いろんな説明書が書いてある。いろんな説明書じゃなくて、これ日本ね。クイックディーラー。ディテーラーね。ディーラーじゃん。ディテーラーね。これ日本語。これが韓国語。これ中国語。で、これ何なの？これ何のマーク？これポーランド？ちょっとわからんけど、詳しくはわからんけど。いろんな国の説明書が書いてあります。これを言いたかったんやけど。なんか匂いが違うことになりました。はい、そういうことでちょっと調べてみようか。はい、安物がいいの全然失いね。そうそう、あ、安物で、ママさんがだから本物を一回買ってみろと。本物言ったらおかしいけど、その何、正規のね、正規のやつを買ってみろと。使ってみて、ヤフオクじゃなくて、あ、これやっぱヤフオクの闇やな。あ、まあまあ失敗やな。でも安かったね。これ送料も無料やしね。当時、3000円。じゃあお前それ買っとけっていうやつやな。ずっとそれ買っとけって。うん。まあ、何？食品偽装みたいな名前な、これ。え？よくある話。よくある話やな。儲けなあかん。そうやな。儲けなあかんもんな。なるほど。なるほど。そうやな。満足して、こう、疑うことをせえへんよね。ちょっとショックやな。うん。いやいや。まあ、一回正規のやつ買ってみって言うから買ってみたけど。こんなことになるなんてね。匂いが途中で変わったんでしょうか。そんなことないんでしょうか。そんな変われへんよね、これ。同じ。ラベルやし。ということです。別に偽物ではないんやけども、まあ薄いんでしょうね。なんか混ぜたな。ああ、香りが全然ちゃうもんな。
まあまあ、ちょっと真実は分からへんけどね。真実は分からへんけど、まあ物が違ったっていうことで、まあまあこれは、うん、まあだから匂いの質が変わりましたよって言うなら、別にまあ問題なかったでしょうけども、まあ。そうやな。使って水まで。そうそうそう。な、濡れたままでシュッシュッてして拭き取ったらすごく綺麗になる商品なんですわ。でも、混ぜるよ。え？水混ぜるよ。水混ぜる。水混ぜて使うんじゃないね。そのまま原液で使うんやけど、違うよ。ボディに水が濡れたままっていうことよ。あ、そっち？そうそう。ワックスみたいにさ、全部拭き取って、うん、その乾いた状態でシュッシュッてするわけじゃなくて、もう濡れたままでいいわけよ。まあまあ便利な、すごい、どういうかな、施工しやすい商品だけどね。すごくだから人気あるんやけど。ということでした。はい。